え皆さんこんにちは、えー、経済同友会の小林でございます石原、えー、理事長アゼベド事務局長、えー、パーシェフスキー、えー、元米国通商代表、えー、まだあまりさん来られてませんが、えー、各国大使はじめまして、えー、ご出席の皆様、えー、本日ジェトロ創立60周年を記念した とととシンポジウムが開催するされることに心からお祝いいいを申し上げたいと思います JETRO は長年にわたって日本の経済産業の国際化と貿易投資の振興という役割を担ってこられましたそして今我々はそのような JETRO の活動を支えてきたグローバルな基盤が揺らぎつつある激動の時代に 直面ししてていると認識をしております今日は各国からお集まりの大使及び有識者の方々と共に国際社会の現状につきまして意見を分かち合い各国そして日本の役割についてご一緒に展望してまいりたいと思います私は2015年に経済同友会の代表幹事に就任しており 未来の経済社会システムを考える上で重要な要素としてグローバル化デジタル化そしてソシアル化という3つの変革のうねりを挙げましたそれからわずか3年半の間に想定外としか言いようのない不連続な変化が相次いで起きておりますそれは英国の EU 離脱であり 昨日中間選挙の結果が出ましたがトランプ大統領の下で先鋭化したアメリカファーストの動きであり核拡散リスクの高まりそして昨今の米中貿易戦争の動きなどでございますこうした動きを見るに長年にわたって国際社会が共有してきた諸与の前提や基本原則が重大な 挑戦を受ける予測困難な時代に入っただそうした中でも先ほど申し上げました3つの変革のうのりは一時的あるいは部分的に抵抗を受けながらもイリバーシブルに進展していくものと確信をしております例えば今年は日 EU による経済連携協定の署名という 目覚ましい成果が実りましたまた TPP11 は米国の離脱後も日本が強力なリーダーシップを発揮してきた会がありまして年内には発行する見通しでございますこの機運を背景として世界の成長センターであるアジア太平洋地域に RCEP というもう一つの目が FTA が誕生するのも遠い先のことではないと期待したいと思います、まあ、こうした成果を生かし今後多様な国々が高度で先進的なルールを共有しお互いの経済関係の円滑化と発展を加速させていくものと思われますまたデジタル技術がを基盤とする新しいエコノミーも急速に拡大しております GAFA や BUDJ に象徴されるプラットフォーマーが国境を越えて既存の産業ビジネスの枠組みを塗り替えていますさらにディタルエコノミーの波は新興国途上国にも及びシェアリングサービスキャッシュレス決済その他さまざまなサービスがアジアやアフリカで人々の生活をより良いものに刷新しています。 こうした変革のうねりが着実に前進する中でこれから世界中のリーダーに求められるのは新しい変化がもたらす光を最大化しその恩恵をあらゆる国さまざまなコミュニティにあまねく行き渡せることだと思います。そそししして同時にのの影がもたらしうるリスクを予見し負の 影響の緩和税制に率先して取り組むことだと思います不確実な未来の中で近視眼的保護主義的な会を拒否し自由で開かれた経済多国間協調の価値を信じその旗を掲げ続けることが今ほど重要な時はないと思います世界が分断と自己利益追求に引き裂かれる中 多国間協調の価値を掲げる意味は極めて大きいいと思いますそれはひとえに今我々人類社会が直面している課題が一国の問題処理能力一国の自己完結的な最適化を超えた重大さとひらがひ広がりを持つからにほかなりません飛躍的な経済成長の対価として気候変動 資源枯渇に代表されます環境破壊が深刻化しており地球の生態系の持続可能性はまさに危機に瀕しているといえます世界の人口が今75億人超でございますが2050年を過ぎる頃には100億人に達するそのような勢いで増加している中でこれほどの人口を支える食料エネルギー源水 そういった資源は有限でありその分布は地球上の一部の国地域に偏在をしているわけであります、まあ、こうした中長期的に自己完結して生きていける国は一つとしてありませんこれからの成長開発と持続可能性を両立させていくには国境を越えた地球全体での最適化が不可欠でございますその際 止める国と貧しい国資源豊かな国と恵まれない国人口が増えていく国と日本のように縮小していく国それぞれがどうやって成長と持続可能性に寄与するのかを考え調整を維持していく必要がございます持続可能な開発目標サスティナブルディベロップメント・ゴールズが先進国と途上国政府企業 個人などあらゆる国すべての人に共通する目標として採択されたのはこの国境を越えた全体最適の推進を呼びかけているものだと思いますまたグローバル化デジタル化ソシアル化という流れは人物金情報そして企業のような組織が国境の制約を受けることなく自在に活動する動きを促進いたします。 一方、データの流通取扱いをめぐっては個人情報保護を重視する欧州の GDPR 中央集権的にありとあらゆるデータを蓄積しつつそれを徹底して自国内に留めようとする、留めようとする中国アメリカを含む APEC で検討が進みつつある CBPR など複数のシステムが並行して動き始めております。 人や企業の活動がボーダレスの時代にあって、一位国内の閉じたルールだけで国民の利益を権利利益や権利を守り、企業活動をコントロールしようとするのは現実的ではございません。新しい現実に即した国際的なルール形成の重要性が高まっていると思います。その現実が最も鮮明的に現れているのが。 テクノロジーやデータを攻めぐるせめぎ合いだと思います。テクノロジーをベースにした競争が激しくなる中で国家間の対立や緊張を緩和し人々が安心して快適に技術革新の恩恵を享受していけるそのような社会をつくるため何が必要かこれこそがこれからの重要な課題だと思います。こんにちは。 幸運にも今日は幸運にもアゼベド事務局長のご同席をいただいておりますので、WTO の役割に強い期待を寄せていることをお伝えしたいと思います。さて、困難な時代にあって、我々企業経営者の本質的なミッションは決して変わることはございません。それは自分たちを取り巻く環境と時代の流れを読み、 継続的に新しい価値を生み社会に還元していることでございますこれからの世界はデータが価値を生む重さのない経済にますます軸足を移していくものと思われますこうした中従来ものづくりという強みを誇ってきた日本は残念ながらサイバーの世界では若干遅れているという評価を甘んじて受けざるを得ません 最先端のテクノロジーが生み出す新しいビジネスに、日本ならではの強みをどう組み合わせるか、そして日本初のイノベーションを生み出す戦略やエコシステムをどう作り上げていくか、これが今後の重要な課題だと思っております。私は過去3年、イスラエル、北京、ワシントン、パリ、ロンドン、そしてシリコンバレー等を訪問し、 イノベーションの最先端や各国の戦略に触れ、そのスピード感を体感し、大いに刺激を受けております。日本を世界のトッププレイヤーに押し上げるという共通の目的のため、ぜひジェトロのグローバルなネットワークと連携していきたいと願っております。ジェトロは時代の要請に伴ってその機関的な事業を柔軟に変化させてきた組織でございます。その使命の根幹は。 人と人をつなぎ、国と国とを結ぶことに対する一貫した強いコミットメントなのではないかと思います。今後も石毛理事長をはじめ、世界中で活躍されているジェトロの皆さんが、時代の風を感じながら、そのミッションを一層力強く追求し、日本と各国を結んでくださることを願って、私の挨拶をさせていただきます。どううもごご清聴ありがとうございました 小林様、ありがとうございました。